じゃあサブストーリーもまだ残ってるけど、先にタクシーの仕事済ましちゃおうかな。せっかく会社にいるし。あら鈴木さん、もう休憩は済んだ？お仕事に行ける？行っちゃおう。もう一件。はい、仕事に向かいます。お願いね。場所はね、あ、現場まで飛ばしてくれる感じかな。いや、あの桐生さんがちゃんとサラリーマンやってんな。社会に適合してんな。お待たせいたしました。いや、来てもらっちゃってごめんなさいね。なんかチャラチャラしてんな。ここら辺は全然わかんないもんで。いえ、あ、僕達也って言って主婦やってんですよ。達也川越だ。知ってるんですけど、知りません？知ってる知ってる。すみません、あまりテレビは見ないもんで。あ、キリュウさんは知らなそうだな。ですよね、テレビとか見なさそうな感じですよね。ちょっと失礼だな。それ言わなくていいだろ。なんかここら辺で美味しいお店教えてほしいんです。それドライバーの仕事じゃねえだろ。雑誌とかテレビとかに紹介されてないとこがいいな。店紹介すんの？キリュウさんが。美味しい店ですか。期待に応えられる店はあまり知らないが、中島社長に教えてもらった水炊きの店を、うん、では出します。紹介するのね。よろしくお願いします。これ声もご本人が当ててんのか。達也川越が水炊きの店ね。桐生さん的には昨日行ったばっかの店だけど、ここ、こんな昼間からやってんのか。ここです。へえ、水炊きの店ですか。店構え、雰囲気ありますね。さてと、それじゃあ、行きますか。行きますか。え、私もですか。キルさんも行くの？当然でしょ。当然ではねえ。もし一人で行って微妙だったら困るじゃないですか。知らねえよ、困る勝手に。は、関係ないだろ。え、行くの？は、はぁじゃないよ。また来たって思われちゃうじゃん、昨日来たばっかだろ。いらっしゃいませ。ご注文お決まりですか？おごりだろうな。一番のおすすめは何ですか？おすすめは一番人気の水炊きでございます。なるほどね、じゃあそれください。いいのか？かしこまりました。キリュウさんはおごりと分かったらドカ食いする男だぞ。お待たせいたしました、水炊きでございます。へえ、結構家庭料理っぽい感じなんだね。それじゃあいただきます。これキリュウさんいらないだろ本当に。さあどうかな。おいしい。うるせえうるせえ。これおいしいね。大声出す店じゃねえんだよ。正直ちょっと感動しました。最初ちょっとね、嫌な予感がしてたんだよね。いやうるせえな本当に。なんかご当地料理ですって言って、どこでも食べれる店先出てくるんじゃないかって。お願いランキングのノリやめろ。いやもう全く違う。鶏のいいお出汁出てるけど。いや本当うるせえうるせえ。もういろいろ丁寧に作ってるんだなって。黙って食えよ。感じるよね、これはね。参りました。誰に言ってんだ、店の人に言ってんのか。ありがとうございます。料理長も喜びます。運転手さん、いい店教えてくれてありがとう。はあ、気に入ってもらえたならよかったです。まあ満足していただけたみたいだね。え、この話いる？これストーリーに関係あんのか、達也の存在。いやー、美味しかった。運転さん、結構グルメなんですね。いや、昨日教えてもらった店だけど。いえ、普段は食事は簡単に済ませてしまうので、あまり。そうなの？そんなのもったいないですよ。料理って不思議な力があると思うんですよ、うん、食べた人が笑ったり喜んだり幸せになれるんです。そうだね、僕自身シェフやってますけど。なんかこの人が言うとうさんくさいけど、作り手の思い以上に料理には何かがあるって思ってるんですよ。気持ち一つで普段の食事がいろんな力になるんです。これってすごく素敵だと思いませんか？いちいちセリフ長えなこいつ。そうですか。全然響いてない。あんまり伝わらないかな。全然響かなかった。あ、そうだ、僕まだこの街いろいろと食べ歩きする予定なんで、暇な時に声かけてくださいよ。美味しいものを楽しく食べるといろいろといいことがあるのを教えてあげますから。ほう、はあ、また機会があれば。期待して待ってますから、
来てくださいよ。それじゃあ。もうこの感じだと今後も付き合いあるんだな。ん？食事能力強化。美食屋達也からは店舗での食事で能力を強化するための知識を。はぁ、キリュウさんが強くなるためのシステムの一つなんだ、達也は。能力を強化するための知識を教えてもらうことができます。体力が大幅に増えたり攻撃力が上がるなどバトルを有利に進めるために非常に役立つ能力です。それは必要だな。ぜひ会いに行ってみましょう。ただでさえ師匠とかもいいんだけどな。さて会社に戻るとするか。いろいろやんなきゃいけないんだな、キリュウさんが全盛期の強さを取り戻すには。もう40代だもんな、キリュウさん。仕事終わり？勤務中なのに食事に時間かけちゃったけど、いいのかな。あ、てかタクシーのミニゲームとかあると思ったら別にそんなことなかった。ん？ヤクザか。鈴木太一さんですね。あ、こいつら大吾の部下でしょ。少々お聞きしたいことがありまして。大吾っていうか、あのお時間いただけないでしょうか。なんだろう、大吾の側近みたいなやつが連れてたよね。我々が忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。何のようだ。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない、いろいろやることがあるんだ。そうだよ、大変なんだ仕事は。ヤクザにはわかんねえだろうがな。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか、桐生一馬さん。うん、そりゃ知ってるよな、ヤクザがわざわざ訪ねてくんだから。このバッジは、ここじゃお互い都合が悪いでしょう。どこの組だ。場所を変えませんか。登場会本家のバッジかな、あれ。行くの？なんか返事しろよ。無言を貫いてるけど、まあでも桐生一馬の名前出されたら行かないわけにはいかないのか、桐生さんは。会社に迷惑かけることになっちゃうかもしんないもんね。なんだろう、嫌な顔してる。ヤクザ辞めたのにな。何のようだ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは登場会の大門担がせてもらってる人間です。もう紳士的な態度だな、この人は。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長、青山から青山会長の護衛役を仰せつかりました。あの側近みたいなやつだね。私、森永と申します。横にいるのは私の弟分の愛蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。堂島会長の行方です。え、いねえの？行方？ええ、実は昨晩会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で。桐生さんが変なとこで下ろしたからじゃない。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは見失っちゃったのか。不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました、うん、会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後うわ、そこまでわかんだ。運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うため、ここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。で、会ってみたら4代目だったと。なぜ会長がビビっただろうな。待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動を取ったのか、その理由が全く分かりませんでした、うん、ついさっきまでね。よ、4代目ってなっただろうな。まさかその運転手が登場会の4代目桐生一馬さんだったとは、うん、正直今も驚いています。人違いだ。いや無理だろ、
その白の切り方は。桐生さん、堂島会長の行方、何かご存知ではないですか？あそこで適当に降ろした後、行方不明になっちゃったのか。俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。うん、実際そうだからな。本当なんですね。ああ、まあもちろんだけど、嘘はついてないね。くしゃくしゃタバコ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか？お、桐生さん、本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか？いや、巻き込むなよ。足洗ったんだからさ、桐生さんは。そうです、東上会は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。まあそうだね。事故か、あるいは最悪な場合消されたかもしれないね。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか？タクシードライバーだからだよ。そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか？愛蔵、自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直、四代目がどういう人だったのかも分かりません。そっか、知らないのか、現役時代を。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東条会を守りきるって。四代目は何もしてないけどね。愛沢、一日で逃げた人だから。就任して、今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東条会は格が違う。五分の杯なんかありえないと。でも会長は四代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、四代目、あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、本当に聞いてないもんな。でも力になってやりたいのは山々だけど。いや、俺は本当に知らないんだ。うん、マジで知らないのよ。あんたそれでも男かよ。だと？堂島会長は友達じゃねえのかよ。これもしかして戦う？どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまで白切り通すんだよ。いや、白は切ってないんだよ。その手を離せ。離せと言ってるだろ。振り払っただけなのに。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと。そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。なんだと？あなたが東条会の四代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。やるはめになんのか。ですが、あくまで一階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらう。仇にこそ手出すなよ。仇に手を出すってのか？本当に何も知らないんだから。間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。いいの？そういうことなら相手するしかねえよ。いや、なことねえよ。逃げろ。覚悟してください。まあでも逃げても会社に迷惑かかりかねないか。やるしかないのか。まあこっちからしたら本当に大吾のことなんて何も知らないんだけど、まあこいつらはそう思ってないんだもんな。少なくとも、あ、また2対1か。そっか、後ろからやられちゃう。一人と戦ってても、くっそ、どうにか1対1の状況に。おーおーおお、持ち込みたいけど一人ぶん投げて、おら、くっそ、くっそ、うまくいかんな。おら、ヒートアクション使っちゃおう。うん、でもどっちから先に倒そうかな。
どっちか倒しても1対1になったら勝ち確定なんだけど、なんかモテるもんとかないの、ここキャバクラの時と違って何の武器もないな。小細工なしだ。あ、この辺は持ってけんな。よし、くそ、こうなっちゃう。ちょっと待って、え、てか、ベンチ、ベンチこれ持ち上げられるの？おら、地面に固定されてないんだ。あ、おー、やめろ、あんな軽く持ち上げちゃダメでしょ、ベンチ。やっぱ最初の方にやってたみたいに一人ぶん投げて一瞬だけでも1対1の状況を作るってのが一番だな。お、なんか始まった。この戦法でいけるはず。 QTE だな。え、あ、 QTE じゃないのこれ。え、もう正気早くない？正気感じるには相手の体力的に。おー、うまくさばいたね。森永の方はもう少しで倒せるので、よし、1対1になっちゃったと何も怖くねえよ。ほら来いや。掴んでこないかな。掴んできたのを振りほどきながら出すヒートアクションがあるんだよ。それやりたいな。あれ、なんか相手が殴りかかってきた時もヒートアクション出るな。極みって出るな。なんかやってみるか、それ。え、突然全然そんな感じになると思わんかった。あー、ちょっと威力減っちゃったかな、入力ミスって。あー、でもああいうこともあんのか。あー、びっくりした。しゃあ、ふう、なかなか手強かったけど、さすがだね。待ってください、四代目。俺が知っていることは全て話した。うん、それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。まあそうだよな。責任放り投げて逃げ出した4代目にも問題はあるけど、まあでも、やめちまった人間にね、いつまでも頼っててもしょうがないんだから、勝手になんとかしてくれとは思うけどね。そっちで今日はもう帰るか。お、ああ、達也か。いつの間にメールアドレス交換してんだよ。水滝の意見はありがとう。水滝待ってる間に交換したのかな。また美味しいお店見つけたら教えてくださいね。僕は大瀬橋のあたりにいるから会いに来てね。ほう、会いに行ったら何が起こるんだろう。美味しい店を紹介してなんか経験値とか手に入るみたいな感じなのかな。大瀬橋ってここだよね。師匠、師匠なのかよこいつ。あれか、若造の小牧と同じ扱いか。こいつに話しかけてなんか、なんだろうな、ミッションみたいなの進めたら技を覚えるみたいな感じなのか。まあ行く必要はありそうだね。その小牧のクソガキもそうだけど、どうしよっかな。サブストーリーも増えてんな。またちょっとストーリー進めたら、こことかも前なかったんじゃない？サブストーリー。どっかしら寄ってみるか。え、今ストーリー的には会社に帰ればいいんだよね。あ、いや、そういうわけでもないか。大吾の行方がわからないだと？一体何が起きてるというんだ。そっか、会社じゃないのか、目的地は。まあ、勤務は終わったんだもんな。ここ、あ、桐生のアパートが目的地だ。家帰れってことか。じゃあ家帰る前に軽くなんかイベント起こそうかな。あ、なんだ電話。はい。お、会社の人だ。事務の方だよね、平川さん。鈴木さん、平川だけど今大丈夫かしら。お疲れ様です。どうしました？今朝言うの忘れちゃったから今日のうちに連絡しておこうと思って。あのね、うちの会社、今度地域貢献活動の一環でゴミ拾いをやることになったのよ。ゴミ拾いですか。川にゴミの不法投棄ならよくやってるけど。またどうして。うちの話じゃないんだけど、運転手の中には結構マナーの悪い人がいるのよ。休憩中に出たゴミを窓から捨てちゃったり、それが街全体の問題になっててね。このままじゃタクシー全体の印象が悪くなりかねないって。
それでイメージ回復の手段としてゴミ拾いよ。はあ、大変だね。そうなの、なんかマッチポンプだけどね。で、悪いんだけど鈴木さんも街でゴミを見かけたらなるべく拾うようにしてもらえる。ゴミをぶん殴ることは多いんだけど。ゴミ拾いですか。いっぱい拾った人にはご褒美を出すって社長言ってたから意外とみんな張り切ってるわよ。わかりました、私もやれる範囲でやってみます。よろしくね。今日はもう上がりかしら。ええ、では失礼します。お疲れ様。ゴミ拾いね、どういうこと。長洲の町の至る所に光るものが落ちていますか。それはゴミです。なんかこの文章面白いな。それはゴミです。ゴミを拾った量に応じて流すタクシーからご褒美がもらえるので、なんか渋滞できたね、キリュウさんのせいで今。キリュウさんが中途半端のとこに立ってるから。はいはいはい、ご褒美がもらえるので積極的に拾いましょう。またゴミには様々な種類があります。大きめのゴミが落ちてるポイントを探すと効率的に地域貢献できるでしょう。街を歩き回って探してみてください。なるほど、ゴミ拾いね。なんか、あ、光ってない、そこ光ってない、これゴミじゃない。小さなゴミ13リットル、でかくない、13リットルを拾った。それ言うほど小さいか、13リットルって。なるほどね、こういうのが至るところにあってたくさん拾うとご褒美がもらえる。まあ見つけたら拾っておこう。実況中に見かけても見逃すこと多そうだけどね。で、近場だとこの辺にクエスチョンマークが出てますね。お、なんか始まったかな。以前中島社長と一緒に来た屋台か。ああ、あのラーメン屋ね。今なら空いてるようだし入ってみようか。昼は水炊きで夜はラーメンか。偏った食事してんな。っていうか昨日もそうだったでしょ。社長のおごりで水炊き食って、その後締めのラーメン、同じもん食ってる。どうも。ん？あんたどっかで、え？道島の竜をご存知ですか？ああ、この前、ああ、この前のことか。中島社長と一緒に来た人やね。また来てくれたとね、嬉しか。確か名前は、はい、鈴木です。鈴木太一です。そうそう、鈴木さんたい。距離近いな。中島社長、うちの常連ばってん。いつも酔っ払うとあんたの言葉話しとうという。いつも話してんの。そうなんですか。おう、新しく入ってきた鈴木さんって男は眉間にシワを寄せてシリアスな顔ばっかしとってね。話には聞いとったばってん。本当にシリアスな顔ばしとるね、鈴木さん。シリアスな顔してますね。すいません。謝ることではねえ。ははは、謝ること長たい。でも中島社長、あんたの言葉、そうね、だいぶ一目置いてもらってるね。あんたの言葉相当気に入っとうみたいやけんね。鈴木さんは毎日熱心に働いてくれとるけん助かっとるって。本当に感謝しとるって。あんたのこといつも褒めとうばい。社長がそんなことを。お、あ、そうだい。今日は俺のおごりでよかばい。腹いっぱい食べてかんね。いえ、そういうわけには。よかよか、中島社長にはいつもお世話になっとるけん、そげんでもせんと俺の気が収まらんばい。人情的な町だな。すいません。ではお言葉に甘えて。注文は何にすると？ではラーメンを。あいよ、ラーメン一杯ね。麺の硬さはどげんする。あ、硬めとかにした方がつぶれるかな。硬さですか。おう、うちの麺の硬さは柔らかい方から、バリアはやは普通肩バリ肩、そして粉落とし。粉落としとか聞くな。硬けりゃいいってもんじゃないと思うけどな。ねえ、生麺かじってろって話になんじゃん、もうそこまで行くと。うん、まあ6種類の硬さがある場合、基本麺は固めが博多っ子の好みばってん。粉落としは湯バサッとくぐらせただけの通な食べ方やけん、バリ方ぐらいがおすすめばい。なるほど、じゃあバリ方でお願いします。あいよ、バリ方いっちゃう。うん、どげんね、うまかったやろ。はい、こないだも食べたんじゃないの。少し固めの細麺に濃厚な豚骨スープがしっかりと染み渡っていて、とても食べ応えがありました。これは達也にも教えてやんねえとな。さあろさあろ、これが博多の味わい。今度は中島社長と一緒に食べに来んね。昨日来たばっかでしょ。社長とは。あれ昨日でしょ、作中では。そうします。やはりお題を。鈴木さん、俺おごりって言ったばい。
変なキーパー使わんでよかたい。ですが、よかたいよかたい。いやでも、よかよか。しかしですね、長え長え。どっちか折れろそろそろ。鈴木さん、いい加減に。あら、え、どうした？あだ、あだだだ。どうしました？腰が、昨日母ちゃんと張り切りすぎたせいばいらんからそういうの。それはぎっくり腰じゃないですか。今すぐ病院に行った方が。ぎっくり腰って結構重症だからな。名前のポップさとは別で。いや、ダメばい。もうすぐお客さんが滝んごと押し寄せる時間帯、通称、デスナイアガラが来るけんね。通称かどうかは知らんけど。お前が言ってるだけだろ、それは。店一人でやってんだから、デスナイアガラ。この時間帯が一番の稼ぎ時やけん、店を離れるわけにはいかんとよ。くっ、バッテンこの腰じゃ満足に麺も茹でられん。一体どげんしたら、閉めろ閉めろ店、一旦。まさか、そうたい、鈴木さん、やっぱり、そういう流れだと思ったわ、今の。鈴木さん、ちょっとだけ見せば手伝っちゃらんねん。え？スープ焼くはもうできとるけん。鈴木さんは麺ば茹でてお椀に入れるだけでよかやけん。それならどげんねん。ですが、頼むばい、この時間に見せば開けられんとくさ。うちの商売上がったりやけん。それに、わざわざうちに足を運んでくれるお客さんば悲しませたくなかった。別にいいだろ、一時的に閉めるぐらい。ぎっくり腰で。中島社長のお友達だし、ラーメンをご馳走してもらった恩もある。ここは少し協力してあげよう。もうこういうのすぐ協力しちゃうんだから。わかりました。うまくできるかわかりませんが、お手伝いします。本当ね、助かるわい。さすが中島社長に一目置かれとる男だい。手伝ってもらった分のお給料はちゃんと出すけんね。お金も稼げんのか。じゃあ店長、4人だったけど、4人いきなり4人なんだけど、いい？こんな小さな店に。はい、ちょっとだけ待っとって。今準備はするけんね。これがデスナイアガラか。あ、まさかこれ似合うな。似合いすぎだろ。もうサムネ確定になっちゃったじゃん、今のシーン。さすが鈴木さん、エプロン姿がよう似合っとるね。さあ、これから、お前は病院行けよ。何座ってんだそこに。お前は病院行け。まるで滝んごとお客さんと注文が押し寄せるデスナイアガラの時間帯が。私はお客さんの注文通りに麺を茹でるだけでいいんですよね。うん、頼むばい。大事なのは麺の腰上げんね。鈴木さん、ファイトばい。ミニゲームだな、これ。この流れは。使うのは右側のボタンだけなんだ。四角三角丸×。麺を取り出す。取り出す決定。取り出すキャンセル。まあ、やればわかるかな。お客さんが麺の硬さを注文してきます。注文されると気流が麺を茹で始めます。だんだん柔らかくなっていく麺の硬さゲージとお客さんの注文が同じになったタイミングでボタンを押し、ラーメンを提供してください。よく分かってないけど分かった。注文を成功させ続けていくと、段階的にお客さんの注文速度が上がっていきます。注文を間違いすぎると次の段階に進めません。お客さんは連続で最大100人。これがデスナイアガラ。100人来ます。麺を目指して頑張ってください。いや、その概念知らんけど、麺王とか。何いきなり麺王って。あーそういうことか。ボタンごとにお客さんの注文が入ってて、はいはい、今四角のお客さんが普通の注文をしたので、普通で止める。普通で、あー、これが連続で来るんだな。で、同時に注文来まくるともうよくわからなくなってくるっていう。普通ね。普通の客多いな。肩とかバリ肩が基本なんじゃないの、この辺は。矢は珍しいな。矢は結構待つんだな。はい、まだ最初だから注文が被ったりしてないけど、これだんだん注文被ってくるな多分。いや、割と板についてんな、今日初めてやんのに。すげえ。なんだこいつ。あれ、こんなもん。あ、回転率上昇。普通ね。三角のお客さんが普通。粉落とし。あ、粉落とし早いぞ。はい。いや、まだまだ余裕だな。まだ上がる回転率。来た。これどこまでやらされんだ。
次普通ね、普通。うわ粉落とし、はい、粉落とし、うわだる、肩で、よし、あー三角か、ミスった、初めてミスった、あーなんか連続でミスった、粉落とし、よし、あー一回ミスすると連鎖する現象あるよな、割り方、粉落とし、やっば上がってきた上がってきた、あちょっと待って待って、粉落としの逆に連続やめろ、危ねえ、連打しなきゃいけない、はいはい、四角の客が肩、矢はバリ方、もう3連続でミスった、もうダメだ、まあ粉落としは連続連打してればいいから楽っちゃ楽か、一番鬱陶しいのが、よし今のよくやったな、3連続バリ方が一番鬱陶しいかもしんない、肩肩ね、よし、いやだんだん慣れてきたけどさすがにめちゃくちゃミスったな、あー終わった、いやー途中なんかこう一回ミスしちゃうと、あでもこれでもランク S なの、100回中14回もミスっちゃったんだけど、86回成功でやった、麺王だ、初めてなのにラーメン屋キリュウさん麺王になっちゃった、いや難しい、鈴木さんあんたすごかね、後ろから見とったけどあんたの麺さばき、麺の王が降臨したかと思ったばい、ありがとうございます、それより腰は大丈夫なんですか、確かに普通にしてんじゃん、え腰ん、あれあれ鈴木さんの惚れ惚れする働き姿ば見とったらなんか治ったばい、じゃあもともと軽症だったろガーッうっとうしい、そうですか、今日は本当に助かった場合、これお給料ね。なんか今中国人みたいな発音になっちゃった。1万2000円を受け取った。バイト代か。これからも時間が過ぎたとき、時間が空いたとき、ちょくちょく手伝いに来てくれたら嬉しかばい。鈴木さんならいつでも大歓迎やけんね。ちょっと小銭欲しいなって思ったらここでバイトしていいのか。はあ。中島社長によろしく伝えとってね。それじゃあ。今後屋台に入ることでいつでもラーメン湯切りミニゲームができるようになりました、いや難しかった今の、あまあ今のサブストーリーだったんだよね一応、うん、朝顔への仕送りより多かったなバイト代、たった数時間のバイト代が、じゃあそうだな、ちょっと最後のバイトのせいで動画時間長くなっちゃったかもしれないですけど、一旦今回はここで終わろうかな、で次回は街歩きだな、師匠とかもねどういう感じで能力が上がるのか気になるし、師匠のとこも寄ってみたいし、サブストーリーもまた増えちゃったので次回は少し街歩きをしましょうってことで、まあストーリーもね第5がどうなっちゃったのか気になりますけど、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。